富見市の市民図書館で開かれているこの企画展は、市が毎年この時期に企画しています。会場には100人以上の児童が犠牲になった保戸島空襲を伝える写真や、児童が戦地に赴く先生に向けて書いた手紙などおよそ40点が展示されています。月見の人たちがどのように戦争と向き合ってきたのか、平和の大切さについて考えていただければと思います。この企画展は月見市民図書館で今月27日まで開かれています。